デスティニーズ・チャイルド。デスティニーズ・チャイルドはアメリカ合衆国の R&B 音楽グループ。1997年にデビュー以来3000万枚以上アルバムを売り上げている。日本ではデスチャの愛称で親しまれている。オリジナルメンバーは4人組。テキサス州ヒューストン出身のビヨンセ、ビアンセ・ノールズ、本名。 ビヨンセジアイゼル・ノールズ1981年9月4日タイ、トラタービア、ラタービア、本名、ラタービア・マリエ・ロバーソン1981年11月1日、タイガ1990年にグループを結成し、1992年に、ジョージア州アトランタ出身のケリー・ローランド、ケリー・ローランド、本名、ケランドリア・トリーン・ローランド1981年2月11日タイ、 1993年に、ラトーヤ、ラトヤ、本名、ラトヤニコールラケット1981年3月11日、タイが加入し、カルテットを結成。ビヨンセとケリーは、デビュー後しばらくは、いとことされていたが、最近は、ビヨンセの父であるマシューノールズの友人の娘とされている、二人の関係は諸事情があるようで、マシューが、ケリーの後見人になっていることから、二人は、 いぼ姉妹との説もある。四人は、おのおのの地元と、ビヨンセの母であるティナの美容院で活動した。グループは1992年、地方公演後に、CBS のテレビ番組、スターサーチにエントリーしたが、結成当時、ガールズタイムと命名された。このグループの評価は星三つで、番組で優勝はしたものの、本意な成績ではなかった。マシュは彼女らの夢を叶えるため、 何十万ドルの給料だったゼロックスを退職し、マネージャーに専念することを決意。グループ名を、聖書からの引用で、デスティニーズ・チャイルド、ディスティニーズ・チャイルド、運命のこと変える。クリスティーナ・アギレラや TLC のツアーの前座を、経験し、初楽曲を提供したのは、1997年、映画、メイン・ブラックの、サウンドトラックに収録された、キリング・タイム。 それが評判を呼びたいのデビューとなり、1998年にデビューシングル、ノ、no, ー、no, no,、ノー、ノーパート2が全米チャートで3位、R&B チャートで1位の大ヒット。同年に発売のデビューアルバム、Destiny's Child は、フージーズのワイクリフジョン、ジャーメイン・デュープリ、ト Dupri, Twin コニー・ルーニーマーク・モラレスなどのプロデュースを受け、ゴールドアルバムに選ばれる。メンバーも、 作詞やアレンジに参加し、旧約聖書の猛勢の戒立をコンセプトとするセカンド、アルバム、ライティングズ・オン・ザ・ウォールは、シェイクスピア、キャンディ、ロドニー・ジャーキンズなどがプロデュースし、1999年7月に発表。アルバムからのファーストシングル、ビルズ・ビルズ・ビルズは、全米ビルボードシングルチャートで1位、R&B チャートでは91位を獲得。セカンドシングル、バガブーは、 R&B チャート1位を記録。セカンドアルバム、ライティングズ・オン・ザ・ウォールは、全米で700万枚、世界で1000万枚を売り上げた。一方、ラタービアトラ・トーヤは、ギャラやタイグで、ビヨンセをあまりに、不公平に扱う州に、以前から不満を持っていた。メンバー内の確執は噂されていたが、同年、二人は突如グループから脱退させられる、二人やファンを知らない間に、 セイマイネームの PV に、シン、メバーが登場していた。そのため、二人はグループらを相手に訴訟を起こし、2000年には、約200万ドルの賠償金を受け取ることで決心。ラトーヤは2005年ソロデビュー。2000年2月、イリノイ州、ロックフォード出身のミシェル・ウィリアムズ、ミッシェル・ウィリアムズ、本名、テナトリア。 ミッシェル・ウィリアムズ1980年7月23日、タイとファラ、ファラ、本名、ファラ・フランクリン1981年3月3日タイの二人が正式に新メンバーとして加入するが、ファラは頻繁に遅刻や欠勤を繰り返し、その怠惰な私生活を理由に解雇される。7月以降の活動は3人編成となり、映画、チャーリーズ・エンジェルの主題歌、インディペンデント・ウーマンが、 全米ビルボードチャートで11週連続1位の大ヒットとなる。2001年、サバイバーを発表。400万枚以上のセールスを記録。この曲が収録された同盟サードアルバム、サバイバーは、メンバーのビヨンセ初の本格プロデュースで、起用、プロデューサーも選択、デスチャのアルバムで、初の全米1位を獲得し、世界14カ国でも1位となった。9月7日と10日。 アメリカ同時多発テロ事件の前日ニューヨークで行われたマイケル・ジャクソンのソロ30周年記念ライブにてブーティリシャスをマイケルの前で歌うその時はマイケルのように帽子をかぶりマイケルのダンスをして会場にいたファンに喜ばれた同年末にクリスマスアルバム 8Days of Christmas をリリース後活動休止それぞれのソロ活動という3年の休眠期間を経て 2004年、先行シングル、ルー s e My Bless をリリース後、フォースアルバム、Destiny, f u l l f i e を発表。初期は、リードボーカルというスタイルを取り、ジャケット写真では常に中心だった、ビヨンセだが、本作では、他の二人のボーカルの魅力を生かし、三人のバランスが、取れた R&B 色の濃い作品にな、いる。また、3人の人気は、2005年に、 バービー人形になったことにも象徴されている。2005年4月から日本公演5会場6公演の広島公演を皮切りにマクドナルドをメインスポンサーとしてワールドツアーデスティニーフルフィルド,ア,ンドアイラビ e You を展開。同ツアー中の6月11日スペインのバルセロナで行われたライブ中に突然解散を表明。人気絶頂の中9月10日 カナダ・バンクーバー公演を最後に解散。同年11月15日カリフォルニア州ハリウッドで収録されたアメリカ ABC のテレビ番組ジミー・キンメルライブでのパフォーマンスが最後の出演になった。今後、ビヨンセとケリーは主に歌手と女優として、ミッシェルは主に舞台で、それぞれソロ活動を続けていく。解散後まもない2006年2月19日にヒューストンで開催された。 NBA オールスターゲームで1日限定の再結成。試合前の国家聖書のパフォーマンスを披露した。2009年再結成ツアーを計画し、さらにスタジオで新曲をレコーディングする可能性もあったとされる。私たちはまた一緒に仕事ができるのをすごく楽しみにしている。全員揃ってスタジオに入れる時間をスケジュールを確認して調整しなくちゃいけないとケリーは語るが、 後にビヨンセサイドがこの話を否定している。その後、2013年2月3日、第47回スーパーボールのハーフタイムショーにおいて、ビヨンセの出演が決まっていたが、ショーの中盤に、サプライズとしてケリーとミッシェルが登場し、デスティニーズ・チャイルド時代の曲を披露。再び1日限定の再結成となった。2019年8月には、2020年に、 再結成シツアーや新曲を出す方向で計画が進んでいることがアナウンスされた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。